うわあ、ゲリラ豪雨だ。今日雨降るって天気予報で言ってた。ゲリラ豪雨は突然襲ってくるねばよ。まさに生きるか死ぬかねば。生きるか死ぬかクイズ、危ないゲリラ豪雨編。第1問、ゲリラ豪雨の前に必ず起こると言われているのはどれ？1、暖かい風が吹く。2、逆に冷たい風が吹く。3、ドンキーコングが息を吹く。命はかかってるねばよ。5秒で答えるねば。正解は2ねば。冷たい風が吹くの？どうして？ゲリラ豪雨を降らせるような積乱雲と呼ばれている雲は、雨が落ちてくる前に雲から冷たい空気が降りてくるねば。だから急に冷たい風が吹いたら、数分後には強い雨が降る可能性が高いってわけねばね。なるほど。その他にも黒い雲が近づいてきてゴロゴロ雷が鳴り始めたら、ゲリラ豪雨になる前兆ねばだから、いち早く避難した方がいいねばよ。わかりました。っていうか、3はなんでネバール君がドンキーコングになってるの？これだとゲリラ豪雨じゃなくてゴリラ豪雨になっちゃうでしょ。よくゲリラとゴリラのダジャレってわかったネバね。正解ネバ。やったじゃないでしょ。どうしよう、どんどん雨が強くなってくる。どこかに避難しなきゃ。第2問、ゲリラ豪雨になったらどうすればいい？1、近くの建物の中に避難する。2、地下に避難する。3、マリオになって土管に入る。命はかかってるねばよ。5秒で答えるねば。正解は1ねば。まあ当然だよね。建物の中の方が安全だもんね。でも地下はダメなんだ。2みたいな地下だと短時間にいっぱい雨が降るゲリラ豪雨で冠水してしまう恐れがあるねば。なるほど。あと川の近くで遊んでる場合は、大雨で川が溢れちゃったりしてめっちゃ危険だから遠ざかった方がいいねばよ。わかりました。っていうか、3はなんで私がマリオになってるの？ちなみにマリオみたいに土管に入る人はいないと思うねばだけど、道路にあるマンホールは下水道の水が溢れて浮いたり飛んだりすることがあるねばだから、近づかないほうがいいねばよ。雨が強いし怖いよ。家近いから走って帰ろっかな。最終問題、ゲリラ豪雨で避難してて家が近いときはどうする？1、もし大雨で帰れなかったら大変、雨の中でもすぐ帰ったほうが安全。2、雨の中移動するのは危険、避難している場所で待機する。3、ゲーリラに対抗してこっちはゲーリーを思いっきり出してその力で家までゴール。命はかかってるねばよ。5秒で答えるねば。正解は2ねば。これは当然だよね。そうねばね。1みたいに急いで帰って道路が冠水していたらめっちゃ危険ねば。もし何かあった場合、助けを求めても大雨だと声が届かないねばよ。それは危険だ。あとさっきマンホールも危険って言ってたもんね。そうねばね。とにかくゲリラ豪雨の時は
無理をして移動しないのが一番ネバ。あと3はもう突っ込みたくないけど、これじゃあゲリラ豪雨じゃなくてゲリデゴールでしょ。正解ネバ。納豆兄さんお見事ネバね。お見事じゃないよ。みんな今日もいっぱい学んで生きる力伸びたネバね。ゲリラ豪雨の時は雷も危険。雷が鳴っている時何に気をつければいいかは生きるか死ぬかクイズ雷から逃げろ編を見れば学べるよ。わあ、雷怖いよ。突然の雷、逃げ方を間違えれば大惨事ネバよ。生きるか死ぬかクイズ雷から逃げろ編第1問。次の中で安全な場所はどこ？ 1. 広いグランド。 2. 木の下。 3. 電線の下。命はかかってるネバよ。5秒で答えるネバ。正解は3ネバ。電線の下が安全なの？どういうこと？実はこの3つの中なら一番雷が落ちにくい場所ネバよ。雷が落ちた時電線の方に引き寄せられるネバだから人間に雷が落ちる可能性が低くなるってわけネバよ。なるほど。じゃあ1の広いグラウンドは周りに何もないから人間に雷が引き寄せられて危ないってことか。そういうことねばね。あれ？でもさ、だったら2の木の下も安全じゃない？だって木の方が高いんだから。一見安全そうに見えるねばだけど、実は人間は木より電気を通しやすくて、しかも木の方が高いから木に落ちた雷の電流が人間に飛び移りやすいねば。ああ、そういうことか。だから近くに木がある場合は幹や枝から4メートル以上離れて木のてっぺんを45度以上の角度で見上げられる範囲で姿勢を低くするといいねばよ。木から雷が飛び移るのを防ぐためってわけだね。そうねばね。だから3の電線の下も電柱からは4メートル以上離れて電柱のてっぺんを45度以上の角度で見上げられる場所にいるといいねばよ。雷落ちそうで車運転するの怖いよ。第2問。車に乗っているとき雷が落ちそうだったらどうする？ 1. 車の中が一番安全。 2. 建物の軒下に避難した方がいい。 3. 暴走族になって雷と戦う。命がかかってるネバよ。5秒で答えるネバ。正解は1ネバ。どうして車の中が安全なの？雷は物体の表面を流れる性質があるネバだから、もし車に雷が落ちても電流は車の表面だけを流れてタイヤから地面に逃げていくネバだから乗ってる人は安全ってわけネバね。そうなんだ。だから逆に2は建物の表面から電流が飛び移る恐れがあるネバ。そっか。あと3は何考えてんのって感じだね。最終問題。家にいる場合次の中で安全な場所はどこ？ 1. お風呂。 2. リビング。 3. トイレの中。命をかかってるネバよ。5秒で答えるネバ。正解は
ニネバ。普通に捨てるのが一番なんだ。一のお風呂、あと台所なんかは水道管や排水口から電流が侵入してくる場合があるネバだから危険ネバ。へえ。あとコンセントやアンテナ線、それに窓枠とかの金属も危険ネバね。だから台所やお風呂、テレビ、窓から1メートル以上離れた場所が安全ってわけネバ。なるほどね。っていうか3は水道管と排水管あるし臭くなるしで何してんのって話だね。みんな今日もいっぱい学んで生きる力伸びたねばね。最後に雷雑学。毎年6月26日は雷記念日なんだって。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。